以下は、慣れ親しんだ日常的な事物をキーで、非日常的なものとして表現するための手法。知覚の自動化を避けるためのものである。ソ連の文学理論家であるビクトル・シクロフスキーによって概念化された。これまでに異常化や脱自動化などの訳語が考えられてきた。以下とは、日常的言語と私的言語を区別し、事物を再認するのではなく、 直視することで、性の感覚を取り戻す芸術の一手法だと、ようやくできる。つまり、しばしば例に惹かれるように、石ころを石ころらしくするためである。いわば思考の節約を胸とする、理解のしやすさ、平易さが前提となった日常的言語とは異なり、芸術に求められる、私的言語は、その知覚を困難にし、認識の過程を長引かせることを第一義とする。 芸術にあっては知覚のプロセスそのものが目的であるからである。またそれによって手法を前景化させることが可能になる。シクロフスキーが以下概念を成立させるべく表した二つの小論、言葉の復活と手法としての芸術は内容ではなく形式を問うべきだとした文学運動、ロシアフォルマリズムの講師と一般には考えられている。フォルム、 つまり、形式を問うということは、文学の自立性を求めることであった。この流れそのものは、フェルディナンド・ソシュールの言語学の影響を受けたものとされている。しかし、以下という概念そのものは、未来派のザーウミを理論づけるために提起されたもので、ソシュールの影響は受けていないと考えられている。以下とは、 文学を文学たらしめているものをこそ問う、新たな潮流のもと生み出された概念であるが、例えば演劇における、驚きの意味を論じたアリストテレスにまで遡ることができるように、この、新しさを目指すことそのものはシクロフスキ、あるいはいかに、特有なものではない。佐藤千歳の言葉を借りれば、それ自体はごく、シンプルな思考である。しかしまた同時に、それに、 以下という用語を作り、その非常な重要性を説いた人間は、シクロフスキー以前にはいなかった。ビクトル・シクロフスキー、言葉の復活ではまだ以下という言葉は使われていない。が、そこには明確な、以下の概念化と、形式の意識化への意志が見て取れる。それによれば、言葉とは、本来、正規に溢れ、イメージに満ちていた。しかし、見慣れてしまった言葉は、 もはや日常では、目で見て知覚されることはない。それは、再認されるのである。それを打破するために形容字が用いられることがある。しかしそれもすぐに慣用的に用いられ、油のろうそくといったナンセンスな表現へと出してしまう。いわば、化石化してしまうのである。また、ここで彼は、私的言語に求められるのは半ば理解可能な言葉で、あるということを、 はっきりと述べている。上述のように、この小論には、以下という言葉、及び日常的言語と私的言語の対比という特徴は見出せない。三年後のシクロフスキーがそれを自身の理論に導入し、手法としての芸術を表したのは、同時代の言語学者レフ、ヤクビンスキーとの出会いが大きな影響を与えたことによるものだ。ヤクビンスキーは、音声学の見地から、 日常的言語と私的言語、以下と自動化を対立させていたのである。例えば、言葉の復活の中で、シクロフスキーは、造語や、不正確なアクセント付けなどを、以下の一例として挙げているが、佐藤が言うように、結局厳密な定義話し得なかった。とはいえ、例えば彼自身が、手法としての芸術の中で弾く、トルストイ。 戦争と平和の一場面が以下の典型として挙げられる。この文章に始まる劇場の描写では、その美的側面が写象され、初めて見たもののように描かれている。シクロフスキーによれば、これはトルストイが常用する以下の手法である。また大石正彦は以下の手法として、ザ・海、逸脱、同着語法、イメージなどを挙げている。シクロフスキー研究者の佐藤も認めるように、 以下の理論は、そのプリミティブさのゆえに、しばしば批判を浴びてきた。いわゆるフォルマリズム論争の中で以下を、徹底的に批判した人物の一人が、ミハイル・バフチンである。ありがとうございます。